エドワーズがヘッドスタンス、そしてトラスキック、一人で二人、ここは興奮と、さあケンタがエドワーズを呼ぶ、ケンタがエドワーズを呼ぶ、そして青コーナー赤コーナー、それぞれのセコンドがマットを叩きますが、試合の権利はケンタと現 IWGP ジュニアチャンピオン、デビッドの顔面捉えた、上地にラリアット、さあ IWGP ジュニアチャンピオンデビッドとケンタ、キックを打っていく、エプロンサイドからスワンダイブ式ミサイルキック、対角線に立って顔面を捉える、腰が落ちたプリンス・デビッド、もう一度顔面突き刺しました、プレマスターの対戦、いやフィッシャーマンで垂直気味に落とす、カバーに入ります、カウンター2つです。小太郎さんの目には8ヶ月のブランクがあったんですが、戻ってきた今ツアー、ケンタはどういう風に映りますか、はい、あでも調子良さそうですよね、膝もね全然痛そうじゃないし、全然動けてるし、ちゃんと直してきたんでしょうね。そうですか、あここでステップキックを打っていきます、ケンタ本人も膝は問題ありませんという話をしていました。そのキックをかわして胸元は赤く染まっています、プリンス・デビット、丸藤直道を大阪で下して IWGP を取り返しました、あっとここでスピンして円錐キック、この速さですね、そうですね、切り返しも素晴らしいと思ってますね、デビットにも声援が送られます、新日ファンも来ています、有明コロシアム、さあ田口がフェイスクラッシャーを見舞っていきます、顔面がスライディングキック、ノアには借りがある、そう試合前燃える思いを口にしました田口隆介です、デビューから8年目、31歳、180cm89kg、ジュニアの中では小太郎さん上背がある方でしょうかね、はい、そうですね、長身ですよね、得意は何といっても様々なキックを、トラスキック、それからドロップキック見舞ってきて、関節技も得意にしています、先にキックを打ったのはケンタだが足を捉えた、ドラゴンスクリューに行く、これは左足、ケンタが手術をしたのは右足です、足を捉えてフィッシャーマンか、いやテイクで打って、あーっとマフラーホールド、左膝を捉えていく、この技の入り具合、あそしてデビットがエディエドワーズを抑えます、ここはなんとかエディがカットに入りました、ただ小太郎さん、田口は、はいはい、ケンタが足の故障から戻ってきたばかりだということを知っているということを話していました、はい、そのあたりは抜かりないこの田口隆介、さあジャーマに取っていこうというところ、エリック、エディを呼んだ、おっとケンタがエディに声をかけた、これはいい連携、そして顔面を蹴っていきます、さあケンタと呼んだエディタッチを返します、いいですね、そうですね、サイディアドアズがスピードがある、外国人同士ですが共にノア魂、新日魂、日本育ちのプロレスラー2人です、サイディアドアズが青コーナーから田口隆介を捉えて高いミサイルキック捉えます、飛びますね、さあ場外に向かって飛んでいった、頭から飛んでいきました、トペス・イッシーダーを見舞っていきました、エディ・エドワーズです、いや何かエディにヤマト魂、ノア魂感じませんか、感じますね、頼もしいですよね、何か今放送席で嬉しそうですけれども、本当よく伸びましたよね、ここまで、そうでしたか、デビュー前まだアメリカのインディー団体で試合をしていて、あーっとケンタが飛んできた、ここはケンタがよく試合の流れを見ていました、ここもエディとの連携だったでしょうか、そうですね、勝負どころを見極める花は素晴らしいものですね、なるほど、さあノアの2人連携、その高連携が試合で見られるようになってきました、ローリングスマット、エディが後ろから狙っている、踏みつけた、そしてカバーに入ります、これ立っているところ踏みつけられるというのはどうなんでしょうか、そうですね、やっぱものすごい腰に負担かかりますよね、ここはデビッドがカバーしましたが、スカッとオーバーヘッドキック、この瞬発力があります、素晴らしいですね、エディエドワーズがそこにキックを打ちましたが、さあ抱え上げて1回転落としていきました、さあリング上は4人がグロッキーです、こういった気持ちの入った激しい試合というのは消耗度合いというのはどうなんでしょうか、はい、1回重いの食らっちゃうとドッと出てくるんですよね、そういうものですか、はい、
彼を忘れているうちに動きたいところですよね。なるほど、はい。まあ、古い話になりますが、団体対抗戦という点ではこの有明コロシアム2000年12月の大森橋本がありましたが、一撃食らって大森が動けなくなる、そんなシーンがありました。ここでチンチェッカーに行った。さあカバーに行く。一つ大技を出しましたエディ・エドワーズ。ああ、この表情です。ノアを背負っている。チャンスですね。一気に決めることができるか。デビットを鉄柵に打ちつけて、あ、腕を押さえています。デビット、このプリンスデビットは明日青木と IWGP 戦を控えていますが、パワーボムはこらえた田口。しかし健太がキック、顔面トラスキック、挟み撃ち、エディと健太。さあカバーに行く、どうだ。しかし2つで返しました田口隆介。さあエディが試合を決めるか。場内はエディへのノアファンのこの期待感。さあ試合を決めに行く、ダイハードに行くか。バックに回った田口、これを振りほどきました。エディ・エドワーズ狙っている。田口かわした、デビット来た、エンジン切り。そして田口が今度はこの2人の連携、アポロ55背中を使ってエルボー。田口が距離を取って今度はデビットの背中、この辺りは抜かりありませんね。前 IWGP ジュニアタッグチャンピオンです。顔面を打ちつけた。そしてニュートラルコーナートップからダイビングのフットスタップ。これ強烈ですね。厳しかったですね。厳しいですね。60代 IWGP ジュニアチャンピオン振ってきました。ジャーマン打っていった、綺麗にブレッジした。ケンタがなんとか崩していきました。ケンタと IWGP ジュニアチャンピオンのぶつかり合いもこのマットの上見られています。創立10周年記念大会第1弾です。ケンタは来月にはノアを支える4人の主力として8月4日メインに立ちます。そのケンタ、それを持ち上げた IWGP ジュニアチャンピオンプリンスデビット、そのキック、ケンタを外に押し出した。さあ場内では逆さに持って鹿殺し、ちょっと今ロックが甘かったか、手は外れました、ね、はい、鹿殺しに行きました。ちょっと腕は外れました。エリックからしたら助かったって感じですね。あ、なるほど、はい、かなり厳しい角度でしたね。厳しい角度でした、ね、さあ連携に行くぞ、ブラックホールバケーション、ガッチリ決まった。どうだ、3つ入りました。勝ったのは新日本、グリーンのマットで3カウントは新日本、デビット田口アポロ55。今勝利をアピールします IWGP ジュニアチャンピオンプリンスデビット、明日青木アッチの挑戦を受けることが決まっています。後楽園ホール大会です。小太郎さん、結果は新日本の勝利ということになりました、はい、エリックね、チャンス掴んでほしいんですけどね。結果的に最後は田口がエディ・エドワーズから3カウントを奪って、笑顔で握手は田口とプリンスデビット。試合は14分13秒です。最後は連携技から田口がエディ・エドワーズを抑えました。さあプリンスデビット会場を後にします。あーっと青木が来た、青木淳が来た、青木が来てプリンスデビットはすでにマットを後にしていますが、あー、そしてタグダンスをこのマットの上で見せようというところ、ノアファンにとっては屈辱のタグダンス、イライラするダンスですね。その田口もマットを後にします。青木が入ってきました。ターゲットのプリンスデビットはすでにマットを後にしています。明日この青木が後楽園ホール大会新日本で青木プリンスデビットに挑戦します。数は少ないであろう新日本ファンが今田口と感情を交わしました。一方この表情何を物語るか、センター大阪大会では再び田口とタッグで対戦することが決まっています。健太です。創立10周年記念大会のマットで行われました対抗戦、結果は10周年のノアを新日本が下しました。ノアのジュニアの前で、そしてノアファンの前で力を見せつけました前 IWGP ジュニアタッグチャンピオンプリンスデビットと田口隆介です。さあ鈴木小太郎さん、はい、